はい、プレイしていきたいと思います。7Days to Die。一応拠点に帰ってきたんだっけな。もう多分帰ってきて落ちたんで、もう覚えてない。そっか、いろいろ拾ってきたんだね。あれなんで銃がこっちにあんのかな。向こうの拠点から回収してきたんだっけ忘れちった。で、そうだ、ちょっと、これあれですね。軽く整理しました。昔の拠点っぽくなりましたね、一応。どうしようかな。こっちが食べ物だっけ。ここで、なんか水の音するんだね。マジか。なんか今どこの拠点にいるのかも分かんなくなってるかと思いますけど、昔の拠点はこの1万ぐらいのところにあると思います。確か1万じゃない、どこだっけ、5000とか2000とかじゃない、めちゃくちゃ昔、下だと思います。今私はこの上に来てます。だからこれは2個目のシェルターですね、今こっちにあるのは。で、そうだ、スリーピングバッグ拾ってきたんで、それも設置してみましょうか。ね。そうだ、今回あれ作りたかったんで、どこに置いたのかな。フィーゴ。フィーゴってどこにしまったっけ、どっかにあると思うよ。わからない。待って。あった、フィーゴ。で、フォージを作るのが、クレイと鉄パイプと石と、ちっちゃい石。じゃあちっちゃい石をちょっと作っておこうかな。で、その間にクレイをどっかから探そう。ここだっけな。ここかな。ちっちゃい石はまあ作らないといけないから、クレイと鉄パイプ20本持ってる。じゃあ大丈夫でしょう。もう1セットまで作れば余裕かな。4つ、1234つ作りたいね。よーし、2分。じゃあこの間にクレイはいっか。クレイや粘土はもうランプオブクレイがあるんで、これと矢尻1個と、何にしようかな。バレットチップとか特にいらないか。うわー、嫌なこと思い出した。スチールアローヘッド持ってないね。まあいっか、スチール高くつくし。水こっちかな。いいね、肉。ここ結構風の音すごいね。何なんだろう。ずっと風の音鳴ってるよね。この砂漠みたいなところがこの音すんのかな。多分そうなんだろうね。今まで気にしてなかっただけで。よいしょ。結構やろうか。よし。でもって。フォージできてきたね。何個必要だっけ、6個いや、4つでいいや。もう一丁。できたら、カンカン入れて。鉄の材料超いっぱいあるんで、いろいろ作れますね。バレットチップもあるね。モルド作っとこうか、そしたら。ケージングとバレットチップと、ゼロ。よし。そしたらまずアイアンかな。アイアン。いや、モルドにしよう。セメントモルド、確かに必要だ。セメントとアイアンインゴットモールド、これだね。セメントはまあこっち確定だよね。あ、こっちだけ。で、アイアンはここに入れときましょう。手ついっぱい拾ってきてるんで、アイアンにしちゃおう。火力はここにある。で、それでアローヘッド、あとバレットチップ、バレットケージング、ブラスインゴットは必要かな。ブラスインニードかな、どちらかというと。スチールってなんか作れんのかな。スチールクロスボウボルト、あ、特にないね。ないない。フレーミングアローなるものがあるのか。それ試してないな。これは作れるね、多分。スチール、あ、俺拾ったっけ。スチールあるわ。あ、拾ってる。4発ある。4発あるんで、試そうと思えば試せるね。何が必要だっけ。太郎か。アニマルパッドじゃなくて太郎なんだね。じゃあ今作れないね。これ戻して、今度いつかのタイミングで作りましょうか。モルド戻ってみようか。面白いな。ジャーモルドがあるね。ジャーモルド、グラスウィンドウモルド。グラスウィンドウってなんか使うの。グラスウィンドウモルド、ジャーモルド。なんか使わないよね、これ結局。何なんだろう。何ができるの。グラスパネルでしょ。でもグラス使うのが何もないっていう謎。ジャーモルドを作ってみようか。あ、どこにしまった。これだけジャーモルドを作って、これがもし砂がいけないっていうのであればガラスパネルを作って、そこからさらに砂でみたいなことがありえるよね。クラッシュドサンドってあったよね、確か。上ゾンビ来てる。いや、それ来てるかもしれないから。あ、ステーキがない。ビジョンめっちゃいっぱいあるな。ゾンビ来てるっつってるのに匂いさせるからね。ダメだね。よいしょ。なんてあとポテトと1234520個ぐらいいいか。あ、ポテトが少ないな。10個でいいや。よし、壊してるね、なんか。そうだ、俺上に伸ばすの作ってないんだ、あれ。うわ、ビビった。めっちゃ目の前にいた今。うわ、きっとこれすばしこっかった。だから当たんなかった。どこ行ったんゾンビ。これではいいかな。うわー、なんかすんげえ残念なことになってきた。どうしよっかな。うわ、10個も拾ったね。バレットチップを。違う、バレットケージングかな。ある、押さなくなっちゃったし。よし。車あるね。そういえば前も車あったよね。俺、どうしたんだっけ前。壊したんだっけ。サンドで一応置くのは嫌だな。石も嫌だな。よし、この穴埋めなくていいや。さっきちょっとめんどくさかったんでこれ引っかかってよし、こっちに松明させておきましょう。またゾンビ犬とかが穴開けそうだけどね。その時はしかたない。前はこっちね、貫通させてはしごを下ろしたんだよね。今はそんなことしてないんで。砂入れてみよう。あ、入らない。クラッシュドサンドは入る。クラッシュドサンドは入るってことは、つまりグラスパネルは存在価値がないってことだね。謎でした。サンドはどうにかして作れるのかな。サンドストーンからサンドって作れる。クラッシュドサンドが作れるんだね。サンドストーンかな。あ、入れちゃえ。もう一個何を燃やすよ。これ燃えねえかな。燃えないか。燃やしたいのがないな。ベッドをいらないじゃん。そうだよ、ここベッドいっぱいあるからもういらないんだよ。そっかそっか、いらないか。あ、2組いっけ。どうしよっかな。なんか秘密基地っぽい感じにしたいよね、どうせなら。やっぱこっちかな。こっちだよね。こっちからどこだっけ。地下どこだっけ。忘れたな。入らないとわかんないね。もうここら辺のどっかなんだよな。これが前の家でしょ。あ、ベッド移動してないんだ俺。移動してもいいけどな、もう。穴がこれとこれだ。なんで、確かこいつがこっちに向かって伸びてて、こいつがこっちに向かって伸びてるんだよ。だから、真ん中攻めるか？真ん中のどっか面白いところ、こっちを下ろすか。こっから降りてさらにあっちに行くみたいな。よくね、はしご持ってない。しかもはしごをつけるのはこっち側だな。こっち側につけて降りてってあっちに行くみたいなね。よーし、今見てビートインゴット、デストロイドストーン。あれあれ、あ、こっちか。あれやべえ。あった。あぶねえ。何分燃やす気だよ気づかなかった。全部燃やしてたわ。そんなことないとこだった。危ない。ここ嫌か。こっちにしときゃよかったかな。こっち使うもんね、往復で。まあいっか。いやよくねえわ。こっちはやっぱりやめとこう。よし、こっちにしよう。こっちにする。あ、もっといい場所ないかな。こっちにするか。秘密基地。冷蔵庫壊すのはねえしな。いい案がないね。いた。家で騒がしいから。冷蔵庫邪魔だな。冷蔵庫って作れたよね。リフレジレーターじゃないの。スペルなんだっけ。フリッジ。これ開いた時にアイと言ってるよね。上にディフレジレーター合ってるでしょ。 TOR だけでいってみようか。ストレージビルディングないね。なかったっけ。ボトムオブなんとなみたいな感じで気のせいだったのかな。ここだな、あるとしたら多分。ほらフリッジボトムってあるよ。フリッジあれボトムしかない。何なんだろうこれ。謎だな。フリッジだから関係ないか。ここかな。お、ハムいける。そっか、ここ缶詰だったんだ。こっちになんか作ろうか。ストレージ。ダブルクリックで選択できない。ストレージフードでこれが邪魔だからこれをする。羽は適当でどうしよっかな。次は拠点見つけちゃったから作らないな。でも前回と違う感じにしたいんだよね。この新しいシェルターは。対フェラルホード仕様にしたいんですよ。フェラルホードが来ても全然耐えれるぐらいの拠点にしたいんで。どうしようかな。でもちょっと思ってたよりいける気がするな。この土地だったら意外と平坦なんでいけるかな。こっちもねシェルターの入り口あるんですよ。多分最初のこれ開けたこと、開けた時に見てくれた人は分かると思うけど、なんであって金網っていうのがね、鉄格子があって、そこからちょっと下に伸びてこの換気口につながってるっていうね、こっちの上にあるこれにつながってるんですよね。しよっかな。もう最初の拠点みたいにやっちゃおっかな。むしろここ、これ通れるかな、歩いて。頭打つかな。オーブン壊してこの先に部屋作るっていうのもありかな。ないな。だってこっち登れるようにしたいもん。登れるようにしたいもん。迷っちゃいますね。とりあえず今回20分プレイしちゃったし、ここら辺で終わりましょうか。防樹も作ったし、ベッドも再配置しちゃいます。私の新しい拠点、ここです。よいしょ。家移動完了。もうこっちの謎拠点は一応一旦放棄です。こっちからつなげるのちょっと無謀すぎることが判明しちゃったんでね。で、次回はどうしようかな。あ、頭一件。次回ね。拠点、今夜なんでちょうどもうちょっとインベントリ整理したりしてなんか考えておきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画を見てください。失礼しかでした。